今回は織田家、毛利家をメインに攻略します。では早速織田家の小牧山城を攻めていきます。清洲城に浜田4万ほどの兵士が常駐しています。小牧山城は兵力が少ないので一挙に攻め落とします。織田軍は昇龍寺城を攻める落とすみたいです。城兵を討ち取り見事勝利しました。続いて名古屋城を攻め落とします。援軍が来ないうちに速攻で落とします。昇龍寺城が攻め落とされました。こちらも城攻めを急ぎます。
両兵が退却して名古屋城を手に入れました。毛利軍が約1万ほどの兵力しかいないので、野戦で撃破します。早速毛利軍を討伐する部隊を編成します。今回もオールスターで打ち破ります。今回も攻略の陣を使います。
山中鹿之助は取りに出しました。内藤隆春を討ち取りました。花草正義を捕らえました。毛利軍の士気はもう崩壊しています。毛利元就は取り逃がしました。国下俊介を討ち取りました。見事毛利軍を打ち破りました。今回はこの辺で終了します。ご視聴ありがとうございました。